今はですね、朝6時、普通夏の水やりは、夕方かですね、夜にやること多いんですけど、今日はねこういう感じで洗濯物がああいう風にこう揺れてますけどね、結構こういう風に風が吹いてます。で天気はこのような感じの曇り空ですので、水やりちょっとチャンスやな、やってもやってもなんかね枯れ葉が多いんですよね、やっぱ水不足でですね、ですので、こういう時はですね、大体あの底面給水が確実なんですけど、こういう日は思い切ってですね、シャワーで水やりをしたいなと思います。あーやられちょんなこれ、くっそー、なんぼかねやられてるのがありますけど、明日もね、確かそう、気温の方は、高くなかったんで、チャンス、多分今日はこの後そう、バーッとね日差しがね照りつけることもなかろうかと思いますので、今からですねいろいろやっていきたいと思います。枯れ葉多い、やっぱ枯れ葉がね、水不足やもんな、やっぱな、そこそこ上げてますけどね、これとかねダニじゃないと思うんすよね、多分ですね、あれなんよな、多分、高温障害によるものやないかなと思うんですよね。つねさの苗とかもねちょこちょこ上げてるけど、やっぱちょっとこう水不足ですね。はい、ですからね、今からちょっと、シャワーで上げていきたいなというふうに思います。はい、シャワーでの水やり、まあ据えてるものとねそうでないものがありますけど、もうチャンスの時は思い切ってですね、思い切ってやった方がいいと思います。気温がね29度、こっち見てもそうやな、そんなもん、本当は適温がね25度ぐらいですけど、まあそういう気温はちょっとね、この夏見込めないでですね、はい、さっきも言いましたけど、だいたいやるのは、夕方から夜、風のある日ね、風があって翌日以降とかも、気温がそう上がらない日、そういう時が一番ベストと思いますけど、今日はちょっとね思い切ってやっていきます。吸う時に水を吸わしとかないとですね、今みたいなこう温暖化の前はね、極端な温暖化の前は、夏の間は断水って言われてましたけど、さすがにもうねなんかもう無理っぽいですね、それはね、暑すぎて無理な感じがします。昔やっぱね断水でいけてたんでしょうね、自分ももう多肉が始めてそうですね8年とかそんくらいになる、ちょっとはっきりねいつも何年だったか覚えてないんですけど、けどこの1、2年特にひどいなっていうねそんな感じがしますね。なんかこの1、2年が本当になんかきついなって思う、まあ、2、3年かもしれませんけどね、はい、本当ね厳しめに自分が育てる方ですけど、厳しすぎるのもねやっぱこう限度がありますからね、これと完全に捨ててないですね、これとかねシワシワ、これも枯れ葉が多い、これとかちょっとあれやな、ちょっとやられちゃうな、レッドジロ、まあどうしても何個かねこういうのは出てきますね、このピンクザラゴーサもシワシワすぎる、本当は全部ね底面給水でやるといいのかもしれんけど、まあ多肉のこう汚れを取ったりちょっと冷やしてあげたり、ダニね、ダニの対策したり、まあそういったことがありますからね。ブラックサバス3つ。それぞれちょっとこう個体差がありますね。ここら辺、いろいろ外してるやつとかね、刺し木してるやつ。そういうのもあります。あ、これなんかひっくり返っちゃうな。
危ない危ない危ない。よいしょ。ね。ちょっと投げます。ブロブロさとかはね、ちょっとやっぱ暑さに弱いんで、これちょっと東に持って行った方がいいかもしれないな。今いい感じですけどね。いい感じだけど。あ、この火祭り。あ、カヌが落ちてた。火祭りもすっかり緑。これこうツルツル系のやつはね、ダニがつきやすいって言いますから、やっぱりこの時にね、ちょっとこうダニを洗い流す。そういうイメージであげると、あー、このリンジ穴やばい。このリンジ穴がやばい。あー、やばかったよなー、これ。確かに。あー、これちょっと危険。あとでなんかね、この葉を取んないと、見つけたらすぐ取んないと。前回もちょっとやばかったんですよね。やっぱやばいのはなんかずっと悪いな。いくらこう手当てしてもね、難しいのがやっぱありますね。はい、こんな感じでね、水やりをして、あとはちょっとね、風はあるものの、ブロワーでですね、吹き飛ばそうかなというふうに思います。ある程度ね。はい、おお、今日はねこんな感じでね、かなりね時より強い風が吹きます。今日はいいですね。この水やりした後は、今日だけは台風のようなね、風に吹いてもらいたいね。風が吹いてもらいたい。もっと吹くとね、胸の心配とかなくなりますからね。またこれでね、吹き飛ばしましょう。水気をね、ちょっと数が多いんで、全部が全部そうね、丁寧にはやれないなと思いますけど、はい、ある程度はですね、吹き飛ばしましょう。だからやっぱもう自然の風が一番なんですよね。こうやってやっていってもちょっとやっぱり限度があるので、できることは限られてる。ですから今日だけは本当強いね、強い風に吹いてもらいたい。だからこういうことをいちいちしなくてもねいいからですね。でこうやって吹き飛ばすときは、上の段から下の段にしていかないと、下から始めたりするとまた上の吹き飛ばしたやつが下に落ちて、落ちますんでね。だからこういう水滴の飛ばしとか、まあ水やりもそうですけど、上の段から上の段から、下に向かう、そういうやり方をするのが、一番よかろうかと思います。しっかり吸えるといいですけどね。ほんとやっぱね、水やりでね、群れで枯らすことが多いからですね。だから本当はちょっとね、怖いんですけどね。同じ風にやっても、枯れる時もあればそうでない時もある。こう、ムラがありますからね。ムラがあるというか、なんか、ちょっとわかんないところがあるので、そこら辺がやっぱこう、難しいところなんですけどね。そこら辺難しいところやけど、はい。まあ、危険を承知で天候を見ながらですね、まあ多少こういったこともありかなと。まあ、初心者さんにはあんまり勧められないですかね。まあ、底面給水が本当ね、まず安全だと思います。はい。ですけど、ある程度、慣れた方はですね、こっちのがこう手っ取り早いので、はい、こういう方法も水やりの方法というか、水やりとしてありかなというふうに思います。少々危険を承知でね。はい、こんな感じですね。